皆さんこんばんは。ファッションチャンネル笹の葉きららの一人旅チャンネル、今回で215回目になります。今回は香川県の小豆島のすごく有名な観光スポットでございます、エンジェルロードをご紹介させていただきます。それでは今回もよろしくお願いします。はい、ということでファッションチャンネル笹の葉きららの一人旅チャンネル、今回で215回目になります。今回は香川県の小豆島にございますエンジェルロードというね、すごく素敵な観光スポット行ってまいりました。とても有名な場所でございます。それではご覧ください、どうぞ。ということで香川県小豆島のエンジェルロードをご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。もう時間帯によってそのロードが見える時と見えない時があるんですけれども、ちょうどいい時間帯に行きまして、エンジェルロードしっかりとこの目に焼き付けることができました。それでは引き続き次回も小豆島の観光ご紹介ご案内させていただきたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。